1868年10月、ユタ州ソルトレークシティ近くのキャンプ地でのクラレンスキング。ティモシー・エイチ・オブライエンの撮影クラレンスキングは、アメリカ合衆国の地質学者で登山家。1879年から1881年まで、アメリカ地質調査所の監督として彼は、ネバダ州のシエラ・ネバダ山脈の調査で知られている。彼は、 ロードアイランド州のニューポートに生まれた。1862年、キングはイエール大学のシェフィールド科学学部を科学の学位を取得して卒業。イエール時代、彼はジェームズ・デーナと一緒に勉強していた。卒業後、キングは親友で旧友のジェームズ・テリー・ガードナーと一緒に馬でカリフォルニアに旅行した。カリフォルニアでは無報酬でカリフォルニア地質調査所に参加。 ここで、ウィリアム・ヘンリー・ブリュワー,ー・ジョシア・ホイットニーそして、リチャード・ディ・コッターと一緒に働いた。1872年の10月、フィリップ・アーノルドが仕掛けたダイヤモンドと宝石の原石にまつわるあるふざけを発見。1864年、キングとリチャード・コッターは、ティンダル山の初登頂について発表した。当時は測量ミスで、ティンダル山が、 シエラネバダ山脈の最高峰とされていた。1867年、キングはアメリカの北緯40度線調査に参加する地質学者に指名される。これは40度線調査の名で知られる著名な探検で、このために彼はかなりの強力なロビー活動を行った。キングはワイオミングからカリフォルニアとの境界までの広大な範囲を担当し、 この調査に6年の歳月を費やした。この時期、彼は、有名な著書、シエラネバダの登山を出版している。その野外調査の仕事が完全に終了した後で、1878年、彼は、体系地質学を出版した。調査のため野外調査の指揮をとっていた間、彼は、ヘンリー・アダムスと知り合い、友人となった。彼らの友情は、 キングのご半生の間続くものとなり、彼の名は、アダムスの自伝的な著作、ヘンリー・アダムスの教育の中で、しばしば登場することになる。1879年、アメリカ連邦議会は、アメリカ西部の地質調査所の数を、整理統合し、アメリカ地質調査所という組織を作り上げた。キングが、その最初の責任者に選任されたが、 その人気はわずか20ヶ月だけのものだった。キングはアリゾナ州フェニックスで肺結核のため亡くなり、ロードアイランド州のニューポートに埋葬された。ユタ州のキングピーク、キングスキャニオン国立公園のクラレンス・キングさんは彼の名誉を称えて名付けられたものである。歴史家のマーサ・サンド・アイスによれば、キングは彼の人生の最後の13年二重生活をしていたとされる。 1887年もしくは1888年、彼は、ジョージア州出身のアフリカ系アメリカ人の看護師屋だ、コップランド・トッドと知り合い、夢中になった。彼女は1880年代の半ば、ニューヨークに移り住んできていた。19世紀には、白人と黒人の間の結婚は、雑誌婚とも言われ激しく忌み嫌われ、多くの土地では、 非合法とまでされていた。そこでキングは彼女に自分の子祖性を隠したのである。彼は青い目と色白にもかかわらず自分はアフリカ系のアメリカ人で鉄道の車掌をしているジェームズ・トッドだと彼女に信じ込ませたのである。二人は恋に落ち1888年に結婚に至った。婚姻期間を通して彼はあだに一度も 真実を明かさなかった。家にいるときは、鉄道車掌のトッドで、野外にいるときは、地質学者のキングとして生活したのである。二人は、五人の黒人、白人の子供を授かった。キングは、アリゾナ州で死の床にあるときに、コップランドに手紙を書いて、最後に、すべての真実を明かした。ありがとうございます。